マフラーのタオルみたいに回ってた。あ、テーマもケイトありがとう。あー、みんなありがとう。え、BPM カンナさんもケイトありがとう。クルスもフピーキューありがとう。え、テンさん、あ、手編みのマフラーかな、ありがとう。え、ドンちゃんもありがとう。ペッケもケイトありがとう。アディアソン、手編みのマフラーかな、ハートマフラー。え、ポンさんもケイトありがとう。サキさんもぐるぐる、これマフラー回してる感じ合ってる？マフラー？クラッシャーの部もぶん回しマフラー？コジアス AKK ありがとう。トラックローさん、ケイトありがとう。ヒカルタカシちゃんこんばんは。エディアスもぶん回しマフラーありがとう。ヒカルも、ケイトありがとう。テイさんぶん回しマフラーありがとう。ケンソリスセブン双子座のさんがこんばんは。ヒカルサッキーさん、ケイトありがとう。あったか配信、なにこれかわいい。タカさん、あったか配信あったかいギフトなんだ今あったか配信。ちなみに私は今超絶寒いです寒い。ちょっとね、あの暖房入れるの忘れてて、さっきつけたばっかり。寒いえ、ありがとう。ペケダッカくん急にありがとう。ムーンストーンさん、あ、チョコポポかな、ありがとう。あ、ディアスもあったか配信かわいい。あったか配信ありがとう。うー寒い。うー、ムラもケイトありがとう。カネくんもケイトありがとう。アキラくんチョコポポね、バレンタインの時ありがとうね。まだ残ってたの。ダックくん、マフラーありがとう。テアミーマフラー、スペースゴーケイトありがとう。先生もぶん回しマフラーあっためてソイチローさん、お通しの近いシーンもケイトありがとう。テンさんもケイトありがとう。雪はね、降ってはいないけどね、溶けてない、まだ残ってるから気温が低い。クリスマッシュケイトありがとう。ワッカちゃんも手編みのマフラーありがとう。かわいい手編みのハートマフラー。アイジェキありがとう。ミノッチちゃん、国民こんばんは。ありがとうございます。ああ、今この部屋何度ぐらいなんでしょうヒカル、ぶん回しマフラーありがとう。モッフィー、シロン、ケイトありがとう。多分私の体感温度ですとこの部屋は3度ほどじゃないでしょうかもうちょっとあるかな、4度周辺ケイトありがとう過酷な環境でグーキューありがとう。コールカメオチさんこんばんは。エグー総一郎キューありがとう。寒いクリスマッシュケイトありがとう。竹丸こんばんは。妙でもう段は取った近いしケイトありがとう。修行している。竹丸ケイトありがとう。ようやく暖房が入り始めた温まるまでどれくらいかかるかな。30分ぐらいかかりそうふみやすこんばんは。まさむねこんばんは、ありがとう。
みんなのところは大丈夫？寒いよね、きっと。みんなもきっと今日一日寒い様子で過ごしたのじゃないの？いけさまざるそば、こんばんは。リュッケ元気、こんばんは。雪降った？手袋？事前に着くように。タイマーか。一日中ヒーター。あ、そっか、今日お休みだった人、お休みだった人今日祝日でお休みだよって人の結構いるねコジこんばんは。じゃあお仕事だったよって人、はーい。ざるそばきありがとう。あ、でもお休みだった人もいるな。お仕事してた。お仕事何してたの？風邪ひいた。大丈夫？風邪ひいてない？みんな大丈夫？私はひいてないよスーパー銭湯、あ、いいね。そうだね、そういう温泉だったりとか温かいお風呂でね、そういう銭湯とかいいね。冬は混むのかな、繁盛するのかしら銭湯は。一日中とか一年の中で見たらやっぱり結構利用者増えるのかな。混むのかな。そっか、温まりに行きたいもんね、みんなね。ああ、休みだったら特に混むか。行くまでが寒い。そうだね、もう移動もしたくないってなるよね。ダックくん、ケイトありがとう。スペースゴーバラありがとう。花粉は大丈夫？みんな花粉に苦しんでる方も多いんじゃないの。帰りはポカポカ。芯から温まるよね、銭湯とか温泉。目がかゆい？ダメダメってシンプルにダメ雨だったから今日は割と大丈夫だった。まだデビューしてない。花粉症克服、どうやって最近目がかゆい。あ、花粉ね、くしゃみとかゆみが。私もね、あ、でも月曜日かな、月曜日火曜日とかは結構くしゃみとか目のかゆさがつらかったけど、昨日今日とかは大丈夫かな。エキュータンルンルン、こんばんは。あ、大浴場の帰りは冷える、湯冷めしちゃうみたいな。あ、目薬、そう、私も薬飲んだり目薬したり対策はしているけどね。マックス8ある、こんばんは。薬飲むよ、飲む飲む。寒いペンギン豆腐ケイト、ありがとう。ボールンロボ、花粉でもまだ花粉、あ、でも今日やや多いとか言ってたかな。
でもあんまり感じなかったな。エルヌ消えた、ありがとう。花粉症にならないか。まああんまりずっと外にいると結構花粉浴びちゃってね、症状出たりするからね。出ないことですね、外に。ちょっとの間だけ音声聞けますタイムを、ね、お仕事中の方もいるよね。お疲れ様、遅くまで大変だ。てんさん消えた、ありがとう。キクこんばんは。かなぎ10連休ありがとう。そうね、ふう、結構風強い日とかさだと花粉が飛んできて、もうずっとそれで一日中外にいると全身にね花粉がついて、その外に家に帰ってきてからもその全身についてる花粉がによってもうくしゃみだったり目のかゆみが止まらなくなるから、ああ花粉のシーズンは家に帰ってきたらまずシャワーとかね浴びたりとか、その服についた花粉を払ったりとかね、なんかそういうことをしてたからまたそういうルーティンを追加しなきゃいけないのかっていう。シゲヤーコさんこんばんは。月明かり音波ありがとう。神田基準で誰もありがとう。そうって思ったり、でも私にとってはまだそこまで花粉シーズンのピークではないので、もうすでに結構な症状が出ちゃってる方もいらっしゃると思うからね、その方と比べたらまだね頑張れてる方ですけどね。ねおっきいありがとう。キリタンシュこんばんは。大変そう。大変。まあまだくしゃみはね今のところ出てないですからね、読んでる途中に。そう、そうなのよ、ずっと外にいるとね、今日はお団子っぽくなってる。団子団子ちゃん、かわちい。あ、昨日さニャンニャンニャンの日で、そう髪型が猫耳っぽくなってた。そうあれはダムかわいいしニットもいいね、ありがとう。ニットしか勝たんこの時期は。えダックくんかわいい、ありがとう。あそう、ハチワレっても言われた。そうあれかわいすぎた、嬉しい。アリアリさんかわいい、ありがとう。え嬉しい。そうなんかね、私は普通にハーフアップにしようかなって思って、ハーフアップでお願いしますってそうメイクさんにお願いしたら、今日ニャンニャンニャンで猫の日なんで、じゃあ猫耳作りますかって言ってくださって、でえ作れますかみたいになって、そうでそうメイクさんの提案でそうお願いしてやってもらったの。そうだったのね。いい具合に耳になってたよね。そうで私そのまま猫のね耳っていう感じで作っていただいて、で写真撮ってもらおうと思って、私今スマホの待ち受けが8割なんですよ。でなんかその画面開くときに8割だったのをごめんくさんが見て、あこの髪型8割っても言えますねみたいな感じで
あ、確かに。やった、推しの髪型だって私の最推しの8割のとおそろっちだってそう、それで猫耳でもあるし8割ヘアでもあるしっていうそう。あ、フォレスト系男子さん、だるまありがとうございます。だるま、レインボーだるま、エビ様こんばんは。エイクさん今日も8割だそう、フォレスト系男子キュンありがとう。8割ヘアいい色まで青にすんのももこんばんは。うさ耳、うさ耳なかなかむずい、髪の毛ででしょ月あかりさん音符ありがとう。あの形の猫耳初めて見た。あ、ほんと、キヨさんキヨありがとう。でもなんかやっぱああいう猫耳っぽい髪型ってね、アイドルの方とか、あとなんだろう、 K-POP とかかな、なんかそういう方、あと なんだろう、まあそう、でもそういうアーティストさんとかされてたりとかしてて、まあ私は見たことはあったんですよね、 SNS とか画像で。でもなんか逆にジョヤさんキュンありがとう。逆にあの猫耳は割と抑えめな方の猫耳で、もっと出そうと思えば多分出せるし、なんならこう三つ編みで、まずこう三つ編みでこう細くね、三つ編みを作って、それをこうキュッキュンって、その三つ編みのものをこうなんかワイヤーかのように、ワイヤーか注射かのようにこうやってピンとかを駆使して、そう作ってっていう方法もあって、でもそれだったらもうがっつり猫耳って感じになったと思いますけど、さすがにねタカさん分回しマフラーありがとう。アイドルとかだったらね、全然あれだと思いますけどね、かわいいよね。ネットで見たことある、うん、そうそうそう、いや、やってみたいけど、やってみたかったけどね、うん、そう、にゃんにゃんにゃんの日で、衣装もめっちゃかわいい感じすごい可愛い感じだったよね。肩にリボン、スカートもフリフリヒラヒラみたいな。チャキベ分回し、分回しマフラーありがとう。そうで、なんかまあ衣装さんがさ、いつもそう衣装選んでくださるんですけど、ゆいや、音符ありがとう。あのスカートの素材というかデザイン、生地感がなんかこういうフリルのスカート AKB の衣装にあったような気がしますって、なんか見たことあるような気がしますみたいな、そうメイクさんも言ってくださってて、そうなんかね、最近好きなんだって AKB そうそう、でも確かにああいうドット柄の透け感のあるフリフリの感じは絶対いろんな衣装に使われてるわって思って。アテノシン、大西健ちゃんキュンありがとう。うん、そうそうそう、だしそうなんだ、だからメイクさんと衣装さんのね、それぞれのこだわりや狙いが詰まった完成形でした。昨日のニャンニャンニャンの日はね、うん、立山県警だるまありがとう。どうしても君が好きだの曲が好きなんだって、うん、おーって思ったうん、うん、ありがとう
モガトレ、ああそう、なんか今週音ゲーだったんですけど、ストレッチのコーナーが音ゲーでね、腕を上げて運動するっていうコーナーで、でも全然平気でした。白の流れ星ありがとう。ノリピーこんばんは。そう、あ、なんかだいぶなんか部屋が温まってきたのか寒さに慣れてきたのかどっちかわからないけど、だいぶあの寒いってはならなくなった多分6度くらいにはなったのかないやまだ寒いけどね、さすがにまだ寒いか普通か暖かいで分けるとしたらまだ寒いですけどいやー寒いよー、せめて10度は欲しい。あー、光る系とありがとう、ありがとうあ、お仕事戻ります。また後でね。上着着るって感じでもないな。上着着たら暖かくなるかな。よしよこんばんは。たくくん、ぶん回しマフラーありがとう。マフラー、まあ10度も寒い。20度ないと無理ねえ。なんかもう冬も暖かいせいで20度欲しいとかさ思っちゃうよね、2月なのにね。あ、カットさん、あったか配信この字体がすごくかわいい。多分毛糸でさ作ってるような感じなんだよねきっとね。かわいい、なんかあんまり見たことないこういうデザイン。あったか配信、かわいやかにやっと見られた。ああありがとう。でも確かになんかこの11頃みたいなのは久々かな、この時間帯とかどうだろう、どうだっけ、なんかね。でもこういう時間帯の方がみんな見やすかったりするよね、久々かもね。そうよね、うん。いやでも寒い日は続くよ、続く。あーどうしよう、何か着た方がいいですかいや本当にもう寒さ勘弁。うん、左内葉さん、バラありがとう。まあ2月いっぱいは寒そう。来てください。笹団子、アパパさんこんばんは。羽織った方がいい。月明かり音符ありがとう。ああ確かに風邪は引きたくない。うーん、迷い中迷っている。マロンキュンありがとう。迷っている、羽織る、羽織りますか。ちょっとブランケットとか持ってきていい？モブピー、携帯ありがとう。ちょっと待ってて、ちょっとお待ちを。
お待たせしました。来てきた。ただいま。ただいま、ただいま。来てきた。あ、でもやっぱ当初よりは、最初よりはだいぶちょっとは温まってるって感じしたわ、部屋が。うん、あとブランケットも持ってきたよ。持ってきた、ちゃんと。寒い寒い。止まります。マジ外から配信してるみたい。冬だね。そう、ちいかわ、うわわうわうわうわ。ワッキーさん、こんばんは。かわいいでしょう、かわいいブランケット。そう、今の歌伝わった？ウィンディーさん、こんばんは。そう、エンディングがね、変わってたね。寒いね。タイガさんかな、こんばんは。パジャマパーティーズ。っていうか今あれだね、ドラマ不適切にも程があるやってますね。見ていますか？すごいさ、もうがっつり昭和の時代だから、うわすごく懐かしいってさ思うシーンが結構多いんでしょ。逆に私たちは、ああ当時はこういうのが流行ってたんだっていう。うん、そうそうそう、懐かしい。あ、ほんと。ねえ、いや結構私も見ていて元ネタ知らないとか多い。うん、意外と知ってる方かなと思ったけど、うん、細かい昭和ネタだと知らなかったりするわ。確かに昔は不適切だらけだった。そうなんですか。古すぎて、バブルさん、こんばんは。っていうか TBS ドラマといえば、よいちさん、こんばんは。4月からのさドラマの情報がいろいろと出てきていて、今日あの今度の4月からの火曜のねドラマね、火曜ドラマがめるるが主演。嬉しい嬉しい。めるるすごく好きなんですけど、そう、めっちゃ楽しみ。めるるの演技とかすごく好きだし、そう、やった来た TBS ナイスグッジョブって思いました。めちゃめちゃ楽しみ、すっごい楽しみ、嬉しい。もうあのそれをね今日ザ・タイム見てて、それを知って、え、来たーってなりました。演技できるよ、演技できるよっていうか、演技結構ほんと見つかってきてますよ、女優めるるが。うん、結構ねそのモデルとかタレントとかのイメージがね
多い方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すごいいい演技なんです、本当。そう、そのギャップがまたいい。うん、だからめっちゃ楽しみなの、火曜日、火曜日。すごい嬉しい。どんなドラマ？あのね、なんかあらすじ出てたんですけど、ちょっとミステリー要素の入っているラブコメディみたいな感じで、確かあのメルルね、メルルが演じる役の女の子が何かアクシデントがきっかけで記憶を失っちゃって、で私は一体誰とこう恋というか恋愛をしていたんだろうみたいな思い出せなくて、でもなんかいろんなヒントをもとに、そう、記憶を取り戻していくみたいな感じだった気がします。そう、指輪をめぐるラブコメミステリーね、なんか面白そう。だから過去を遡る系みたいな感じなのかなと思ってさ。そう、すごく楽しみ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 。だから考察がはかどりそうですねあのヒントはもしやみたいなそう、楽しみすぎる。というかもう私はあの画面でめるるを見ている、もうそれだけで、それだけでもう幸せなんでもうなんかもう可愛い可愛い可愛いばっかりがすごいもう生まれてきちゃう、感情として。可愛い、可愛い、可愛すぎるもうもうずっと映っていてほしいほど、うん、いやストーリーもちゃんと見るよ、ちゃんと見るけどそう、ちゃんとストーリーも入れるよでもめっちゃめちゃ楽しみ、めちゃめちゃ楽しみ。うん、まあだからもう春のドラマのね話題が出てきているね。うん、嬉しい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 今日のハッピーニュースあとで X でリツイートしようかな。そう、その X だったりインスタとかで、そのね火曜日のドラマメルルが主演ですみたいな情報がそれぞれの SNS で解禁されていて、そう、それでX のリツイートしようかな。ハッピーハッピーハッピーだね。あ、そうだね、女性金曜日ももう出てたね、3人。なんか19歳、29歳、39歳のそう設定の女性がなんかそういうね、まあ、世代を超えた なんでしょう、ナインボーダー、うん、そうっていうのも出てたね。で日曜日があの弁護士、なんかアンチ弁護士みたいな、なんだっけなんかそんな感じのちょっと一癖ある弁護士のお話じゃなかったっけ。
まあそれもね面白そうだったし、金曜日と日曜日のドラマも面白そうだ。アンチヒーローか、アンチヒーロー。そう、いやとにかく火曜日女優めるるが見つかってしまう見つかってしまう。映画、映画ね見たいのあるけど結局見てない鬼滅しか見てない鬼滅は欠かさないっていうね見つかるだってさ、あのなんだっけ、雪のある雪の山荘でもさ見たいって言って、先にそっちの方が見たいって言ってたのに、結局鬼滅しか見てないっていういやー鬼滅よかったよ、よかったアイスブルーの瞳キありがとう。もうね泣くよ、ほんと絶対泣いちゃうんだよな鬼滅。配給、なんか配給もすごいね、めちゃめちゃ話題になってるね。しおのさんこんばんは。いやー絶対泣けるよ鬼滅は。ほんともう展開も知っててさ、一回見た内容なのにさボロボロ泣けるからね。月明かり音符ありがとう。小説読み返した、どうなった？配給ね、いや配給マジなんで私さ仙台にまつわる作品全然なんだろうな。それこそ配給だったりジョジョ、でもジョジョも配給もあの触れようとはしましたよ、どちらも漫画でね。そう踏み込もうとはしてしましたよ。あ、呪術の方がまだいけてた、いけてたというか、ちょっと最近終えていないけど、そうなんです。4部だけ、なんか歌教員が出てくるでしょ。ジョジョは割と複雑なのかな。いやー鬼滅は良かった。いや編集がさ、編集がしっかりしていたんですよ今回の鬼滅の映画。舞台はエジプト。そう、あの去年そう去年も鬼滅の映画見に行ったけど、なんかその時は話をアニメで放送した話をつなげましたって感じだったけど、今回はちゃんと映画用に一通りの流れでつなげてる感じだなっていうのとかがあったので、
かもその柱稽古編も素晴らしかったしね。柱稽古そう、兄よりも結構入っているのがファンの間では話題になってます。そう、兄よりでも配給もさ、マジ映画化神みたいな感じで言われてて、うん、結構アニメをさ超えるって難しかったりするじゃん。まあ、映画ってなるとさ、まあ、ハードルも上がるし、その映画の2時間の中でどうまとめるかっていうのもあるから、そう、意外とさ映画化って難しかったりするんだろうけど、もし映画化、映画がアニメを超えたみたいな、なんか本当に絶賛されていて、だから相当配給もいいんだろうなって思っています。うん、でしかもその映画化されてるエピソードがファンの、配給ファンの間ではめちゃめちゃもう人気のエピソードだからさ、余計ね、そりゃみんな見に行くわなみたいな。うん、うーん、ああそうなのか。いやー、配給大引きか。そうなんです。もう完結してる。スポーツ漫画の最高傑作が配給？そんな言い方されたらさ、そんな言い方されたらもう見るしかないじゃん。タンニャンさん、ケータありがとう。マジか。スポーツ漫画っていっぱいあるよ。それこそスラムダンクもね、めっちゃめちゃ話題になってましたけど、あと何やるの？メジャーとか、エースを狙いとか、うん、そうね。いやでもバレーボールできる人尊敬するわ。うん、だってボールをさ落としちゃいけないんですよ。ほんと尊敬する。なんかもうさあ、キャプテン翼もいいね。だってさ、もう私はテニスでそれこそもうね、スポーツというものが体に刻み込まれているので、もうテニスはワンバンが基本ですから。なんか落としたくなっちゃう。体育とかではさ、よくバレーボールやったりするじゃん。なんか直接コートに落ちる前に取らなきゃいけないっていう感覚がなかなかそう受け入れられなくて、ワンバンさせたくなっちゃうんですよ、ボールを。普通にバレーボールやってるのに。逆にむずいよ。しかもさ、取りに行くのに思いっきりダイブしたりとかもあるじゃん。いやすごい。しかもあの強いさ、アタックをさブロックして止めたりさ。テニスだってさ、このね、速い球を受け止めてっていうのはあるけど、あれはラケットでですからね。バレーボールはもう自分の生身の手じゃん。これでふっふっ。あれは痛いよ。
そう、本当に尊敬する。だいぶ温まってきたかな。でもそれでも寒いよ。いやマジさ、1時間以上はかかるな、これ。なんか普通に過ごせる温度になるのに。いや確かに終わる頃にようやく温まるとか全然ありえる。でも寒い方がエネルギーを消費するって言うじゃないですか。エースバーサスこんばんは。そう、なんか夏とかより冬の方がエネルギーとか燃焼するみたいな。だからあね、代謝で痩せやすい。そうだからこの寒い環境はきっといいはず。今エネルギーを使ってるはず。熱を生み出そうと頑張ってるはず。寒い時に薄着だと痩せるらしいね。あ、シロンさん、タニアンさん、ケイトありがとう。このポンポンポンってのかわいいね、転がってくる感じ。ポンポンポン。あーでもダメだ、寒いっていう話してると寒い、寒くなってくる。ほんとラベもありがとう。ポンポンポン。あ、あったか配信、これ顔ついてる文字に。なんかよく見ると黒いちょんちょんみたいなの。あ、先生も消えた、ありがとう、ありがとう。あーでもよかった、アウターを着てこのチーカーのブランケットしてるとだいぶ気持ちが紛れます。テイさん、分回しマフラーありがとう。テーマ、ケイトありがとう。マフラーね、眠そう。いやみんなは、さっきさん、ケイトありがとう。マフラー巻いてる？寒い日はマフラー使うよ。あだね、温かい飲み物。今日も飲んだわ、温かい飲み物。あのね、レモンティーだった。温かいレモンティーで、でなんかジンジャーみたいな感じで生姜が入ってるんですよ。そうだからちょっとピリッとしたアクセントのあるレモンティー。そう、ね、生姜の力を借りて温まる。合いましたよ、レモンに。ジンジャー、ボルドー、こんばんは。何か話そうと思ってたことあったかな。生姜湯、生姜オンリーってこと。生姜湯、川さんこんばんは。あ、流れ星もありがとう。生姜と片栗粉、あ、ちょっととろっとした感じ。生姜、今
さん見た夢は夢覚えてないな。あれもなんか変な夢をつい最近見た気がする。あーなんか最近夢となんかね、なんだっけかな、なんかすごく、でもすごく変な夢が多いかもなんかほんとありえないでしょその状況みたいな。タカさん今日ありがとう。ケイタマリアタン、なんだろう、なんだっけ、なんですぐ忘れちゃうんだろう夢って、気になる。うん、夢の中へ。孫悟空さんかも、まあ、近いし、チョコボボありがとう。あー、まこちゃんどうしたの、ありがとうミラーボール、ミラーボール寝落ちそう、起きる。体を動かす体を動かす。すごい。チョコチップダック君ありがとう。ちょっとさ、みんな私の髪型何が好きか聞いていい？聞いていいとか。なんだっけ、みんなが好きな私の髪型。おお。なるほどなるほど。何でも好きは絶対ないでしょう絶対何でも好きはさ違いそう何でも好きなんですか、めっちゃ近い。何でも好きなの風呂でもいいの。本当？今日だいぶまったり。近い？え？これ近い？これ近いの？近い。アフロ一回笑うけど好き。眉毛。めっちゃ近い。このくらいない？ないっけ？じゃきべいきゅうありがとう。おっぴーきゅうありがとう。いや酔ってるわけないじゃん。全然酔っ、一滴も飲んでないよ。もっぴーカラフルだるまってありがとう。そっか、みんなの私の好きな髪型、ほろ酔いかさんと思った酔ってるわけないじゃん。
全然ですよ。ななみんさんこんばんは。触覚ね、触覚は好きだ。出来上がると思って見てました。え、嘘でしょ。こんな感じなの人って言うと全然超冷静ですよ。 LSTQ ありがとう。超冷静ですよとかっていや楽しい、楽しいんですけど、楽しいですけど、そういうなんか酔ってるとかの感じじゃなくて通常の冷静さ七尾さんのイメージの髪型ピンっておでこ出す感じ。うん、寒い、寒い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 、やばい。え、もうさ、私多分配信始めて1時間ぐらい経つよね。もうえ、まだ寒い、やば。え、じゃあ1時間前に暖房つけていたとしてもさ、寒い部屋だったってことでしょ。え、そう考えるとさ、すご、冬の寒さすご、すごいね。まだ寒い暖房つけて1時間経つけどまだ寒いえ、じゃあもう2時間前とかにつけないとダメなのかな。ちゃんと暖房ですよ。うん、冷房じゃないですよ。寒い。電気代が、設定温度もそこそこ高めですよ。うん、前にあったね、冷房つけちゃってた時。いや、温風のはずですよ。寒い。え、もうね、結構な強風です。結構な強風で温度も高めに設定してるんですけど、設定してるんですけどあ、寒い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 。手袋もマフラーもしたいぐらい寒い。愛ちゃん、キュンありがとう。ねえ、仙台冬は寒いですよ。相当暖かくしてね、仙台へ。もっと毛布、電気カーペットね。よいしょ、うん、もうここは外なのかな。そう、暖房、いや、なかなか温まらないんだよね。マイナミこんばんは。床暖房、電気カーペットとかね、あるよね。いや、まだ相当雪積もってるもん。パイの実音波ありがとう。雪、あ、でもそう、雪がね、なんか前にも
今月さ雪が結構降った日あったんだよ仙台で。そうだけど、だけどその雪降った次の日が相当気温も上がって天気も晴れで、もうその次の日の日中のうちにほぼ溶けたって感じだったから、結構ここまで雪が残ったのは今シーズン初めてじゃないかな仙台はね。そうだからね、そうちっちゃいねお子さん子供たちが雪だるま作ったりかまくら作ったりしてる様子をさ見かけるのよ。もう微笑ましい、よかったねってよかったね雪いっぱいあるねって、って思っていた、まあ確かに鎌倉作るにはもうぴったりな、なんでしょう、雪質な気がする。軽すぎずかといってべちゃべちゃすぎず、タカさん手編みのマフラーありがとう。いやでも多分子供たちがちっちゃいからちっちゃめの鎌倉でいいんですよ、自分たちが入ることのできるような。そう、それだったら全然足りる量。中心こんばんは。クチャピーさん、キュンありがとう。寒い、まい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 。そう、多分子供一人入れるほどの大きさだったんじゃないかな。いや私も小さい頃作っていたよ鎌倉、大好きだった。鎌倉作りが一番楽しい。いや相当な数作っていたと思うな小さい頃は相当鎌倉を手掛けましたよ私は。うん、相当ねだったと思うよ雪が積もらないから。校庭で秘密基地になるね。あでもようやくなんかこう空気に少しぬくもりを感じるようになってきた。ようやくこの辺り、特にこの辺りようやく。朝起きまいさんこんばんはようやくです、ようやくこの私のいるあたりにも届き始めた暖かい空気がようやく。じゃあ3000人になったらランキング読もうかな。大粒ちゃん、バラありがとう。寒い。いやーほんと学んだ。1時間前には入れようって暖房。うん、シロンさん、ケイトありがとう。
あと4人かな。2996。いやー、みんなもありがとう、遅くに来てくれて。2時間前にエアコンつけ、1時間半。あ、3000人超えたかな。ではランキング読んでいこうかな。ありがとうございました。で13位がメンマ茶、ありがとう。13位、パチ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 。いやー、急に来たわ。配信ありがとう。よすましゅ。こちらこそ。急な当日の告知だったけど来てくれてありがとうね。ありがとう。で12位がタンニャンさんでした。ありがとうございます。ひしもちだ、ひしもちだよね。ひな祭りひしもちで食べたい、大好きです。続いて11位がチョキベです。ありがとうございました。チョキベ11位、おめでとう。今日もありがとうね、来てくれてありがとうございます。そして10位が若ちゃんです。ありがとうございます。若ちゃん、あ、はーい、パチパチだって、はーい。ああ、そういうことかな。配信ありがとう。暖かいところでゆっくり休んでね。頑張ってきて。うん、ありがとう。なんか頑張るね、頑張る。とりあえず天気はそこまで悪くなさそうでよかった。布団入るまで頑張って、頑張る、頑張るっていうか、ありがとう。布団に入ることを応援されてる。チョキベ久しぶりに壇上行けましたって、おめでとうね、よかった。9位がファッションアドバイザー加藤さんです。ありがとうございました、来てくださって。布団に入るの応援応援して、わーい、おめでとう、ありがとう、来てくれて温まってるね。そして8位がテーマです。ありがとうございます。テーマ8位、お疲れ様、あさって楽しみにしてますね。暖かくしていい夢見て。そうだね、夢、いい夢を見よう。テーマも暖かくして寝てください、ありがとう。そして7位がひかるです。ありがとうございました、ありがとう。お仕事中でしょうか、どうだろう。おめでとう、第7位でしたよ、ありがとう。そして6位がサッキーさんです。ありがとうございます。サッキーさん、あったかいし、ありがとう。寒そうでしたが、仙台寒そうだったかいし、ゆっくりするのね。いや寒い、今週ずっと寒いと思うので、仙台土日もね。そう、月火も寒そうだったし、いや寒いですよ。そして6位がサッキーさんで、ん、あれ言った、6位さっきさん、イエイ。そして5位がてんさんです。ありがとうございます。てんさん5位、ありがとうございます。バタバタでした、ネカフェ。あ、ほんと、髪型すごく可愛いからまた。そっか、ハイキャーで仕事進めできる。アニメ漫画もミュージカルも、あ、本当、ミュージカルまで見ているのはすごい。
読みやすい。ははうん、でも、あ、なんか落ちた。でもとても読みやすかったよ。うん、ありがとう。そして4位がタカさんです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。終了は楽しい風邪ひかないでおやすましゅ。うん、おやすましゅ。タカさんも暖かくしてね。もう防寒対策をバッチリとしっかりと行ってねください。そして3位がダックくんでした。ありがとうございます。ダックくん3位入り。ゆったりまったり楽しかったです。あさって楽しみですね。確かにとてもとてもまったりみんなと雑談って感じの時間でした。ありがとうございます。日曜日もよろしく。そして2位がディアスです。ありがとうございました。2位ディアス、おめでとう。お2位ディアス、ガリン大好き。いやー、風邪、うん、日曜日か楽しみ、準備してます。あ、編集、ね、確かね3時間だと思う。そうだ数えた、調べたんだ。なんか3時間、そうだったと思う。だから短くなったよ。あれ前が4時間だっけ、4時間半だっけ、4時間だっけ。だから1時間ぐらい短縮した。そしてゼロポチ第1位が先生でした。ありがとうございます。先生会えないと思って諦めていった。配信でって話聞いてよかったです。ああ嬉しい、そう言ってもらえて。宮城に行く予定でした。キャンセル、そうだよね、キャンセル作業大変だよね。またおすすめの場所をね、そうだ、落選して応援したいのにかなりもどかしさ、ショックですね。ごめんね。そう、その当日の放送様子とかもまた番組で流すからね。当選してリベンジね。そう、次回はね、やりたいな。送りますね。あー、そうだったの、用意していてくれてたんだ。あー、楽しみに待ってます。遅くまでありがとう。たっちゃん気をつけてね。ありがとうね、ほんと、ほんと申し訳ない、マジで。まあさ、その当選した方に連絡するじゃないですか。まあそう、当選したからといって例えば急遽別のお仕事が入っちゃったりとか、ちょっと体調崩しててとか、それでいけません、キャンセルでっていうさ、当選した方の中にもいろんな事情があるわけでね。なんかそういうのを聞くとさ、そう、まあ、残念だしね。でもまた次回来てほしいなって思うし、そのキャンセルになった分を今回外れちゃった方にもね、来てほしかったなって思ったりとか、とても私も複雑ですけれども、確かに当日キャン待ちとかね、なんかやっても良さそう。キャン待ち、まあでもね、そうだね、次回に来たいっていうのが一番ね、そうだね、現実的かな。劇場みたい、ロビカン。あ、ヒカ
ル結婚してありがとう。結婚してありがとう。いやマジで結局部屋は温まりませんでした結局ね温まらず終わりました。もうこの後せっかく暖房つけましたが、もう決してね、暖かい部屋へ向かいたいと思いますいやみんなも風邪ひかないようにね。あ、加藤さん手編みのマフラーありがとうございます。ありがとう。いや壊れてはないよ、うん、全然至って普通の状況ですよ。先生ファイトありがとう。うん、ねえありがとう本当に。ちょっと寒さと格闘しながらみんなも暖かくしてね、本当にね、風邪とかひかないようにね。うん、ありがとう、ありがとうね。お話一緒に付き合ってくれて、あ、テイさん手編みのマフラーありがとう。ハート柄だ。ゆっくり寝てね。ありがとう。光る尊い。尊い。ありがとうございました。みんなも遅くまでありがとう。あ、サワちゃん。マフラーブーブーありがとう。ディアスも消えてありがとう。テーマキュンありがとう。あったか配信だ、かわいい。リアスありがとう。あったか配信、さっきさんも携帯ありがとう。ありがとうねいやほんと暖かくなれ、暖かくなれ程よく暖かくなれ、せめて部屋の中暖かくなれっていうね気持ちです。ダレルンさん、ABPM、ケイタありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっとまた来てくださいね。待っています。うん、みんなもお休み。本当お疲れ様ね、今日ね。うん。うん、また来てね。ありがとう。おやすみなさい。またね、バイバーイ。おやすましゅー。バイバーイ。